さあデスマッチの時間だ。今回はそうパート70周年ですよ。イエーイ。なので元気にこうマシンぶっ壊していきたいですね。それに備えてまずはカスタマイズだ。あそこに攻撃がある。防御の方が大事だな。よし、飛行はあんまり取りたくないんですが、あそこにある星を壊す意味で最低限必要でしょう。旋回とかチャージとかいらないのか。もらっていくぜ。ありがたい。一番欲しいのは最高速なんだがな。とりあえず死んでもらおう。何？チンタラ逃げられたチンタラ逃げられたが、不思議と追いつけないのが辛いな。こっちの方がチンタラしてるということだからな。さてさて、一つ取ったら十分だと思うんだけどね。こっちからいけるかな。あー無理だ、ちょっと上に上げすぎたかな。あ、最高速最優先。よし、ふう、マサオ。防御と体力と攻撃、重さも重要ですが、というかあれか、速さも上がりつつ防御も上がる。重さが一番大事かな。チャージは別にいいや。下がっても構わんぞ。とりあえずこのなんか静かな、おお、もう来たか。早い。何、あは、ふーん、あ、ふーん、消えてった。どうしよう。とりあえずゆっくりゆっくり急いで、ゆっくり急げ。うん、今回はこの夜のステージに、このパート70ですからね、穏やかにかつこう、あーあーあーうーん、ふーん、はい。まあ焦らない焦らない。よし、とっさの敵にも冷静に対応していくよ。さっきはどうもホイールになっちゃって逃げられたな。いいタイミングで引いたね。攻撃はいただいていくよ。よしよしよし、ソードロスタイルだぜ。あ、落ちちゃった。あとであそこはもう一回見に行きましょう。攻撃発見、これ降りるんじゃね。あ、あー、おお、かすった。いってー、カービィ君のケツが割れただけだった。ここにあったような攻撃、意外と消えてない。よし、今ので壊したらね、上から叩き潰す感じだから意外と散らないしで、一石何鳥ってね。よしよしよし、引っかかったやつもゲッツー。ここに体力があるよね。怖え、物騒だな爆弾なんて。さてさて、ちょっと回収ペースがゆっくりかな。まあゆっくりな割にはね、いいアイテム拾ってるんですけど、うん、デスマッチに必要なものを拾えている。あとはマシン選択とかですかね。ただ飛行能力とかはからっけしですな。まだ重い。スリックとかも悪くはないが、敵を狙うという点ではマイナスですな。レースとかなら強いんですけどね。攻撃アイテム、攻撃アイテム。おお、飛んだ。イベントがすでに1個消化されてしまったからね、あと2つぐらいは期待したいんだが、来ないかな。UFO とか岩とかが個人的には楽かつ当たりなんですが、アイテムが落ちてねえんだよ。さてさて、ここほい、いいね。よし、今回は運に恵まれている。ほいっと、いいね、めちゃくちゃ強いぜ今回。あん、なんか今あったような気がしたけど、じゃあ降りますか。箱が1個、ソードか。飛びましょう。未だかつてないぐらい平和なエアライドでした。物足りねえ、物足りないから誰か一人死んでもらうか。何、俺だ。何、偏ったんだと。これはチャンスだ。何に偏ったか次第ですがな。なんだ物騒にも程がある。ベイブレードの始まりだぜ。さあ3、2、1、ゴーシュートだからな。おお、私は3でシュートするがな。あ、それだと負けるわ。うい、どこ行った、逃がしたか。しかしこれな、あれアイテムが残るということを考えると当分物騒なんだよな。まあせめて自分の身は守っておきましょう。頼れるのは自分だけだから。あそこにいるな、1台気をつけてね。落ちてるアイテムを拾いつつ身を守るんだよ。あ、もう終わった。防御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 。よしよしよし、そこそこの対戦マシーン、そうモンスターマシーンになってきたとは思うんですが、マシンがな、そろそろいいマシン見つけたいところ。レックス君は最終手段ですな、あれ。うん、小回り効かんだろうし。
前回あんま拾ってないからね、捨てちまったから今回。お？ロケット乗れ。逃げるなよ、逃げるなよ。釣れないぜ。あ、X もう一台ある。乗れと。そういえば久しぶりですね、ロケットくん乗るの。あ、いてててて。お、あそこになんかいるぞ。チャージいらねえ。何？自分の命が惜しくなったか、あいつ。まあ賢い選択だとは思うが、ちょっとあれだな、リアリストにも程があるんじゃない？ぽよぽよ言っておきながらよ。いや、あいつはどのマシン取りに行ったんだ、あのぽよリスト。ワゴンかよ。さすがリアリストだぜ。貪欲に勝利を狙っているな。嫌いじゃないぜ。あ、しまっつやーちゃーちゃーちゃー。しかもなんかトゲ落としたし。おい、暴れんなよ。あいつどこ行った。縦横無尽に動くから捕らえられないぜ。みんな早いな。種目勘違いしてないかい。これからやるのはデスマッチよ。しかし強化アイテム落ちねえ。お、あぶね。ワゴンのタックルだと死ぬな多分。ふう、まだ時間はある。重さもある。最高速ターボでも悪くはないが、そろそろマシン選ばないとな。かなりギリギリになっちまった。よし、レックスくん、君の力を借りよう。ほっ、よし行くぜ。すげえ体力ゲージだ。これなら負ける気がしねえぜ。だがあまりにも曲がらないぜ。相変わらずだなお前。お前は相変わらずだな。もうちょっと丸くなることを覚えた方がいいんじゃないか。パート70にしてこう。すっげえ、もう振り切ってんなこれ。やべえ。お、しかもチェッカー埋めれるぜ。このマシンじゃなければ変わるな。うん、困る、効かねえからよ。とりあえず走るか。やべえやべえやべえ。ありとあらゆる障害物を無視する。一撃粉砕。寄ってこい。私はしんどいから追いかけんの。君たちがこっちに来てくれたら動く必要もないんだが、チェッカー埋まる。さてさて、ふん、ここマイナスアイテムとか落ちてんの。シューティング、前に来たら撃つぜ。くそ、もうちょっと狙いやすいアイテムを。とりあえず撃つぜ。撃ってるぜ。当たって当たって、当たれ当たれ。当たってるぜ。いつもよりも多めに当たってる。すごい、滑る滑る滑る。よし、防御壁にしても、ここ強化アイテム落ちるのか。くる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 。ほら、俺はまだ強くなるぞ。乾燥してんのかこれ。トマトゥー、ここどこ、あったあった、スピン。俺はまだ強くなるぜ。よしよしよし、いいよ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 。よし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 、ええよ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 。レックスくん大活躍。こういう回を待ってた方もいるんじゃないか。そう、まさしくモンスターマシンがモンスターマシン。ねえねえ、どういう気持ちしてるんじゃないよ。ワゴン。ワゴン、お前煽るんじゃない。ワゴン、お前ひどいことするぜ。あいつ、お前はそんなマシンにマジになって何やっちゃってんのお前みたいな、そういうこと言ってるのも別にかっこよくねえんだぜ。悪いな。まあそういう風になってしまいそうなね、暴力的スコアになっちまいましたが、埋まったよ2つも。